ウイセツ、皆さんこんにちは、鋼でございます。本日も YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。本日はですね、鋼のトレーニング記録ということで、略して鋼録でございます。本日は、まあ、筋トレはなしで、ランニング、ラントレをしたいと思います。ラントレをする前にモビリティエクササイズを、しっかりとやってから、また扇町公園ですね、すぐ近くにあるんですけども、そちらの方に移動して、本日は5キロのビルドアップ走をやりたいと思います。ビルドアップっていうのはですね、だんだんとこうペースを速くやっていくトレーニングなんですけども、最初の1キロは6分半で走って、2キロ目が6分、3キロ目が5分半、4キロ目が5分、そして最後の5キロが4分半とペースを上げていくのがビルドアップ走っていうので、ちょっとこれを今日やった後にですね、ちょっと 100m ダッシュを、平坦で、5本、坂道で5本、合計10本やっていきたいと思います。鋼録スタート。ウィスツーだはい、扇町公園に到着いたしました。これから、ビルドアップ走5キロやっていきたいと思いますので、頑張ってきます。ウイセス。はい、展開がかなり早いですが5キロ走り終わりました。はい、今、ビルドアップ走5キロ、終えました。結果はですね、最初1キロ目が6分12秒、2キロ目5分54、3キロ目5分20秒、4キロ目4分52秒、そして最後が、4分17秒ということで、自分で課した課題は、本日は全てクリアしました。30秒ずつ、ペースを上げていったという内容になります。そしてただいまの時刻は夜の12時48分。はい、夜の扇町公園はこんな感じです。この暗い中、ちょっと一人でここの道ですね、端から端までがちょうど 100m ぐらいなんですよ。そのためここでちょっと平坦のとこを5本やって、坂道が別な箇所にあるのでそこで5本やって終わりたいと思います。はい、今坂道ダッシュも終えました。一通り全部終えたので、これからまた、戻りたいと思います。はい、帰ってきました。ここで仕上げの腹筋をやって、終わりたいと思います。今日はベンチ台使ったレッグレイズ系をやっていきます。ベンチ台の端っこに、お尻をつけて、今ベンチ台につけて、最初はレッグレイズでしっかり、かかとが床につくくらいまで、めっちゃストレッチかかるんで、かなり効きます。
はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の、鋼録でした、よかったらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ういすすー。